あ、佐藤さん、多分ミュートになってるみたいです。すいません。ボケてました。えー、こうも春まいているので、頭もぼんやりという感じでございます。<笑><笑>えっと、ゆる猫仏教オンライン講座宮崎ダンマサーくる勉強会。本日も、2024年のゆる猫るブッダの言葉のカレンダー、月めくりカレンダーですね。こちらから、 解説していきたいなと思います。はい、今日の言葉です。人間ができている人の美徳とは、過ちを犯してもそれを隠さないことです。これは宝教という経典から取られた言葉です。解説の小さなコラムがありますので、それを読んでいきます。人格者と聞くと、 私たちは貧乏法制で完璧な人間をイメージします。ブッダの見方は少し違います。仏教で聖者とされる人の特徴は、過ちや失敗を犯しても、それを隠さないことなのです。無常の世界では誰もが失敗します。一般人はそれを誤魔化しますが、人格者は素直に認めます。 守るべきエゴを持たないからこそ取れる立派な態度です。す。というコラムでで、それで、えー、この言葉ですね人間ができている人の美徳とは過ちを犯してもそれを隠さないことですこれのもともと出典になっている経典の言葉をこれから見ていきましょうはいこちらになりますラタナスッタン宝教、 えこれは、勝負、クッダガニカヤの少女、えー、クッダガパータの6番目に入っている経典で、それから、教習っていうのは、これ、スッタニパータですね。スッタニパータの13番目にも入っている経典です。その経典の中の、えー、一部というかね、その一,一,一つの芸を、ね、取り上げた形になります。これ、皆さん覚えてる方も結構いるんじゃないかなと思いますけど、一応読んでみます。 ピンチャーピソーカンマンカローティパーパカンカーイエナワーチャーウダチェータサーワーアバッボウソータッサパティッチャーダーヤアバッバターリッタパダッサブッタイダンピサンゲーラタナンパニータンエーテーナサッチェーナスワッティフォートゥというゲですねこの意味なんですけどこちらちょっとあの文語体のちょっと固めの訳なんですけど テラワダ仏教協会の日常独自協定に載っている訳です。真、苦、意にて悪を犯すことになりても、彼はそれを隠蔽することをあたわず、知見に達した者は隠蔽することをあたわずと言われるなり、子はそう、三加が勝負をたるゆえんなり、この真実により幸いがあらんこと、えー、非常に堅い、 役にあえてしている感じですね。あ要するにあの、真い意というのは体の行為と言葉、それから思考ですね。意っていうのは思考ですね。でそれで、まあ、悪を犯すっていうのはカローティ・パーパー感ってところなんですけど、まあ、このパーパーっていうのは、まあ、罪ですね言ってみるあの、罪悪の方の,の悪ですね。まあ、ですから、まあ、殺傷とか中等。 盗みとかですね、そういういろいろ10種類の真悔いで行う罪があるんですけど、まあ、そういうものをまあ仮にやってしまったとしても、まあ、一般の人はまあそういうのをなんかごまかして、なるべく隠,すし,隠し通そうとするし、バレてもなんか賠償化するというか、まあ、大したことないよ、そんなことみたいな感じで、自分の罪はもうなるべくもう見せないようにする、ごまかす。 ひたすすすら隠蔽するわけですよね、まあ、これ世の中見ていれば大体そうそうだっていうことを皆さんわかると思います。堂々と自分の罪を認める人っていうのはまあほとんどいないですよね。何らかの形でザクすか歪償化するということをみんなやってますで。それであの知見に達したものっていうのはディッタ・パダッサっていうのがこれはまあ境地を見たっていうふうにも 約し、まあ直訳するとなるんですけど、まあその涅槃に達した、まあ、ここでよ、まあ我々分かりやすいことでと悟りに達した人は、そういう、まあ自分が何か間違いを犯しても、まあそれを隠蔽することはできないっていうことですね。だからそういう性格なんです。悟った人っていう。で、まあその、 ウッターっ,っ,っ,っていうのはまあそういうふうに言われていますよっていう、これは聖者に、お釈迦様によって言われているということですね。で、アババターっていうのはこれは不可能であるという意味ですになります。ですので、まあ、これがまあ聖者の一つの性格であるということが説かれた経典で,で。それでまあ、イダンピサンゲーラタナンパニータンエーテナサッチエナスワッティフォートっていうのはこの宝凶にまあ一貫しているあのまとめの芸というか、 えー、リフレインの、まあ、あのー、歌とかで言うと、なんか、サビの部分に当たる <laughs> とこなんですけど、まあ、これはあの、サンガというね、要するにその仏弟子たちが、ま、優れている宝、優れた宝、もうこの世の中の宝物であると。そういう、まあ、そのゆえんであるというふうに言ってます。まあ、サンガっていうのは、要するに、ここで言うサンガっていうのは、あの、悟った人々の集まり、 という意味になりますねっても、まあ一般的にはもうお坊さんとかあるいは仏教徒全体のことを月ンっていうふうに言ったりもしますけどここで言ってる三月っていうのはまあ聖者の方々という意味になりますねもう聖者の方々は本当に尊いよっていう,もうこの世の宝だよということを言ってる何度も何度も繰り返して強調してるんですけど、まあ、その理由は一般の人は自分がなんか間違いを犯したり 罪を犯したりするともう,一生懸命隠すもうその隠すためには、もう周りのすべてを犠牲にするというか、まあ、自分以外のすべてを犠牲にして隠すわけですよね。でその自分の罪を認めない,ない方に、例えば政治家なんかの場合は、自分の罪を認めたくない,が、ま、い,ないばっかりに、まあもう国の権力を使って、まあ、そういう、まあ、言論弾圧をしたりとか、いろいろ情報操作をしたりとかですね、するわけですよ。 もう、ただ単に自分の罪を認めたくない。それだけのために。もう、どんなことでも、まあ、要するに世界を滅ぼしてもいいから俺の罪は絶対隠すっていう。そういうのが、まあ、一般的な人間の生き方なんですけど、まあ、聖者の方々はそうではない。っていうことですね。だから、一見、なんていうかな。あの、まあ、当たり前というか、まあ、そういう、正直に生きるっていうのはすごく大事なことだっていうふうに、 え、言われてますけど、誰も実践しすぎないので、これを本当にやってるんだと。本当に自分が何かやっちゃったとしても、それを正直に私がやりましたっていう,うに、あの、何の抵抗もなくそういうふうにできる性格なんだと。まあ、それが、まあ、ここで言ってるのは、まあ、夜かという言われている、お釈迦様のおっしゃったその、思考しかっていうふうに言われるんですけど、まあ、その夜か、 一来か、不言か、荒らか,んかって言われている、その聖者の方々ですね。その中で、まあ、最初のポジションというか、初めて、まあ、悟りましたっていう言われる、第一段階ですね。その方々のことをよるかというふうに言うんですけど、まあ、その人たちはこういう美徳を持っているんだよっていうことを言ってるわけですね。で、次、一応ですね、まあ、前回も言ったんですけど、このあの、 宝経が入っているのは、この少女クッダガパータっていうんですけど、まあ、一応もう一回復習で繰り返して勉強しておきましょう。この少女クッダガパータっていうのは、9つのテキストを収めた小さな経典集ですで。見習い僧侶、これはシャミですね。サーマネーラって言われるシャミさんですね。小僧さん。その方々が最初に学ぶべき教えをまとめた、そういう経典のセットだというふうに言われてますね。 でパーリ教像五部っていうのが、あのまあ、前回も説明しましたけど、いわゆるお経と言われているものの中の、えーまあ、パーリ語の経典の場合は5つの経典のセットに分かれてるんですね。大きく分けて。D がニカーヤ、マジマニカーヤ、サンユータニカーヤ、アングタニカーヤ、クッダカニカーヤって分かれてるんですけど、まあ、その中のその,その他もろもろみたいな意味で、えー、集められているクッダカニカーヤっていうところがありまして、まあ、そこの最初に、 まあこれをまあ要するに、これがもう最初に勉強すべきものみたいな感じで配置されてますね。このクッダカパータという形でまとめられたのは結構、まあ、後になってからみたいなんですけど、まあでも、このクッダカパータに入っている経典を勉強すると、なんとなくその仏教の入門っていうかね、仏教というようなこういうものですよっていうのがなんとなく分かるようになっている。というセットですね。構成が、A、以下のようになっています。 はいまあ、これも前回にも言いましたけど、まあ、三期サさらなったやんですね。仏法僧に対する三期の言葉です。仏旦、サラナン・ガッチャーミ、ダンマン・サラナン・ガッチャーミ、ーン眼サラナン・ガッチャーミ、この三期栄の言葉が一番最初に入ってますね。それから、あの、重学書、ダサ・シッカー・パダン。これは、シャミの十回ですね。だから、小僧さんが見習い僧侶の時に守らなきゃいけない戒律。 この戒律というのは、ちなみに学っというふうに言ってるんですけど、これ、シッカーパダっていう,のはいうふうに言うんですけど、シッカーというのは学,び学ぶという。で、そのパダっていうのは、その課題というか、戒律というとどうもなんかその、頭ごなしにこれを守れっていうふうな感じの命令みたいな感じですけど、まあ、これを勉強しなさいっていうような意味なんですね。仏教の場合の戒律っていうのは。学書、シッカーパダ。 だからまあ、この課題についてちょっと勉強してみなさいっていう、そういう知的なアプローチなんですね、仏教の解説えそれから、32神相、えー、ドワッティンサーカーロー。まあ、これはあの自分の体のを、まあ、32の部品に分けて一つ一つ観察していって、まあ、いかにまあ不浄なものか、まあきまあ自分の体を誰もがやっぱりそのあのきれいなもの。 とか大切なものっていうのを持ってるわけですけど、よくよく体と部品に分けてみると、非常にこれは不浄な、ばっちりもんであるというものが分かるんですね。まあ、僕も5つしか覚えてないんですけど、ケイサー、ローマー、ナカー、ダンター、タチョウ。だからケイサーっていうのはあの髪の毛。ローマーっていうのは体毛ですね。でナカーっていうのは爪。 人間爪、爪もどんどん伸びますよね。体毛もどんどん、髪の毛とか特にどんどん、もう手入れしないとどんどん伸びるし、体毛もまあほっとくとね、どんどん伸びるし、爪っていうのも、まあ、あのほっとくとも伸びて汚くなりますよね。それからダンターっていうのは、あの、音からなんとなくわかると思うんですけど、歯医者さんのことデンタルクリーナーに食っていますよね。ダンターっていうのは、あのそれと同じ系統の言葉であの、歯のことですね。それから多腸っていうのはこの皮膚。 ののことです人間の皮膚のこと皮膚からもいろいろなもう分泌液が,汗が出たりとか、まあ、ちょっともう洗わないでるともう悪臭を放つわけですよね。まあ、歯なんかも手入れしないともうボロボロと虫歯になったり歯槽膿漏になってあの息が臭くなったり、まあ、大変な,な,な,なわけですよね。まあ、そうやってたたいたいあの手入れしてなきゃいけないんだけど手入れしたからといってそんな、まあ、きれい麗 な状態を保つことはできないし、うん、まあ、体っていうのはもう非常にめんどくさい、ばっちリもんだということをよくよく観察して、体に対する執着を離れるっていうことですね。そういう、まあ、実践的な、えー、ことです。それが、動詞問っていうのは、これは、あの、まあ、いずれこの講義でも、まあ、今年中には多分やると思うんですけど、まあ、真理の数え歌ですね。エーカナーマキンサッベーサッタアーハーラティティカーっていう、 言葉僕もそれしか覚えてないんですけど、ま <laughs> あそれ、そこの言葉から始まって一切主張は、あの、時期、アーハーラと栄養によって生きているんだ。そういうようなことから始まって、その、まあ、荒間に達していた、非常にもう聡明な、シャミ、小僧さんに、お釈迦様がインタビューというかね、1とは何ですか ?2 とは何ですかっていう形で聞いていって、その答えがすごく素晴らしい答えで、 で、その、みんなが小僧さんだって言ってみんな馬鹿にするわけですよね。もうこんな小僧さん,ん悟ったなんて、そんなことあるかいって言うんだけど、お釈迦様がその、子供だって、悟ったらもうその、知恵を開発したらもうその人は聖者なんだよってことを言うた,言うために、この道詞門っていう。熊原パン・ハーっていう。熊原っていうのはあの子供って意味で、パン・ハーっていうのはもう門道みたいな。問いっていうですね、パン・ハー そういう、あの、教典が、えぇ、道志門っていうのは非常に面白い教典があります。それから、吉祥教は前回やりましたね。まあ、人間の幸福の条件とは何ですかっていうことを言ってる教典。それから、あの、今日やるのがラタナ、今日、まあ、一部だけですけど、やるのが、ラタナスッタンですね。これはもう、参謀の徳をひたすら強調する、えー、そういう教典ですね。それから、古外教っていうのは、これは専属業の話で、福造教っていうのは、これは苦徳業の勧め。 なんですこれはあんまり、まあ、あの読まれないというか、まあ、法要とかでもそんなに読んだりはしない経典ですけど、まあ、先祖供養と、まあ、その功徳を積むということの大切さについて、まあ、語っている経典で、それから、まあ、9番目にあるのが、えー、自教ですね。メタスタンになります。えー、っと、こんなところでしょうか。えー、それで、まあ、これはちょっと前回の復習でしたけど、 で次から、高田教の話になりますね。で、この高田教の因縁物語っていうのがありまして、まあ、これもご存知の方いると思うんですけど、<laughs> これあの、ベーサーリーっていうですね、リッチャビ族って言われてる非常に強い部族があの支配していたあの国の、まあ、首都ですね。一番大きな町がベーサーリーっていう町があったんですけど、でお釈迦様もよくそこで説法とかされてたんですね。 で、そこの町がですね、ある時でも干ばつの被害を受けて、それでまあみんな飢えてしまって、まあ栄養状態悪くなって、栄養状態悪くなったり、あと衛生状態が悪くなったりすると、あの、伝染病が流行りますよねで。伝染病が流行ると一緒に、まあ、この当時の話なんで、えー、なん、なん、どういうふうに解釈していいかよくわかんないんですけど、悪霊が非常にばっこしてですね、まあ、要するに大変なことになった。 町、ね、の治安が悪化して、もうその衛生状態が悪化して、それであのまあ、食糧状態も悪くなって、そういう都市が、まあ、要するにあの、このお釈迦さんの時代というのは、みんな都市に集中して住むようになった時代なので、まあ、そこで現在の都市にもあるようないろんな問題が起こるわけですよね。ここでは干ばつ、伝染病、悪病っていうの言ってますけど、まあ、要するに今の都市でも、一旦その都市の秩序が乱れてしまうと、い、ま、ろ、あ、んな問題、人間がたくさんいるもんで、 ギューッと集まっているからこそ起こる様々な問題があるわけですけど、まあ、それが起こったんですね。でそこにまあお釈迦様をお呼びして、なんとかしてほしいということで、お釈迦様が来てくれれば、その徳の力でなんとかなるんじゃないかみたいな感じで、お釈迦様を招待して、でお釈迦様がその、ベーサーリーの町まで旅をするんですけど、でその旅をして、ベーサーリーの町に足を踏み入れた途端に、ざーっと雨が降って、 で雨が降ったことで、そのいろいろなその街に溜まってた汚物とかですね。そういう、まあ、あの、不潔なものが全部洗い流されて。で、まあ、干ばつで、まあ、水不足だった水不足からいろいろな問題が起こってるわけですけど、まあ、そういうものも解消され、で悪霊を、悪霊たちもお釈迦様の徳の力に押されて、まあ、いなくなってですね。で、ウェイサーリーが、 助かりましたと。お釈迦様ありがとうっていうような話が、まあ、言われてます。まあ、注釈書に書いてあるはずなんで、どこまで本当かよくわかんないんですけど、でその時に、お釈迦様がこの宝教の内容をアーナンダ尊者に教えて、アーナンダ尊者はその宝教の内容を唱えながら、ベイサーリーの町を祝福して回ったんだという話が、 残されておりますが、ええー、本当なのかなってよくわかんない。ただ、まあ、そういうゆえんがある経典なので、必ずその、あの、ここであの、五行パリッタって書いてありますけど、そういう何かその、祝福とか、まあ、そういうなら、ま事、火事祈祷はしないんですけど、まあそ、そういうなんかその祈祷的なことをやる場合に必ず唱えられる経典で、あのー、3.11の 東日本大震災があったときに、スリランカのお坊さんたちが、あの東北の被災地に行って、ひたすらこの宝きょを唱え続けるみたいなことをなんかやってて、まあ、日本人からするとなんかよく分かんないで、ポカーンと見てたという、まあ、お坊さんがやってくれてるからありがたいって、みんな手を合わせてたんですけど、こんなことがあったんだけど、まあまあ、スリランカとかではそういうなんか災害とかがあったときに、それを払うために、こういうあの宝きょを唱えるってことがあるみたいですね。 そんな経典でございます。で、今日はもう最初からはやらないで、まあ、一部だけ紹介することにしたいと思います。それでですね、で、先ほどこの、高田教の11番目の芸を紹介しましたけど、これまあ、あの、夜かとは何かっていうね、この最初の聖者ですね、第一段階の聖者である夜かの徳とは何なのかと。 徳とかまあ特色ですね。そういうものは何なのかということを解いている一連の流れのゲがありまして、まあ、それを今日は紹介したいと思います。といっても、ちょっとあの、まあ、割,割と意味だけ紹介して、サクッと終わりにしたいなと思います。でまず、この高田教の8ゲからですねで。ここのタイトルにありますけど、夜かの徳を解いた高田教の8ゲから11ゲ。 だから8、八、九、十、十一。四つの芸をちょっと読んでみましょう。っていうのが今日の企画でございます。えー、八番目の芸ですね。まあ、とりあえずパーリー語を読んでみましょうか。ヤティンダ・キーロー・パタウィン・シトーシア・チャトゥッビ・ワーテイヒ・アサンパ・カンピヨー・パトゥーパ・マン・サップリ・サン・ワダーミヨー・アリア・サッチャー・ニ・アウェッチャ・パッサティ。 イダンピサンゲーラタランパニータンエーティーナサッチーナスワッティホートゥー。これ、意味の部分、まあ、意訳にしときました。意味だけ、まあ、ざっと取っていただければいいなと思ったんで、そういうふうにしました。縄文に建てられた柱が地面に打ち込まれていると、まあ。縄文にその、あの、大きな柱を建てるという、あの、インダキー,インダキーラっていうふうに、 言うんですけどここのヤティンダ・キイローってとこにあの隠れてますけどインダ・キーラっていうそういうあのインドラの柱っていうねそういうまあ柱を建てる習慣が古代インドにあったんですね縄文の前にで。それはもうすごくその地面の深いとこに突き刺してあるんでもうどんな風が吹こうが全く動じないんですね。 いや当時の人にとっては、まあ、非常に分かりやすい例えだ,例えだったと思いますね。まあ、そのように、まあ、師匠体を、もう、体得した。これ、師匠体というのは、この、あの、4っていうのは、この、補ってありますけど、アリア・サッチャ、アリア・サッチャのことを、正体っていうふうに、聖なる。あと、諦めっていうのはもう、まあいいや、もう、もう、ダメだ、諦めるわっていう諦めではなくて、明らかにするっていう意味の諦めですね。アリア・サッチャ。 です,ねえー、ですので、まあ、その死生体を体得している、九重滅道の死生体を自分の、まあよ、ちゃんと理解しているんです、ね、それ,がそれが真理だと分かっている、その夜化の聖者ですね。まあ、ここは夜化というのは補っている言葉ですけどね。原文に即して言うと、この死生体を明らかに見ている、目の当たりにちゃんと見ているんですね。だ 覆われていると。真理に対して盲目である、もうブラインドの状態であるっていうのが仏教の考え方なんですねで。その盲目である我々が、真理について盲目である我々が目を開かれる、初めて目を開ける。そうすると、まあのあもう、まあ、文字通り目の当たりに、あ、これが真理だって見えるわけですよね。ちゃんとそういうふうに自分で真理をちゃんと見てる人。 もう盲目でではない人ですねその人は、もうなんかもうどんなこと周りから言われようが、いや、あの、昨日もなんか私あの、藤沢ってとこに、でちょっと夜は、は一昨日か、一昨日は歩いのある人ら、いきなりなんか、えー、あの日蓮大聖人の,あの仏法についてちょっとお話しさせてくださいっていきなり言われたんですけど、<laughs> いきなり何も言わずに日蓮大聖人から入るんだ、この人はと思って。 面白かったんですけど、まあそんな感じで。周りからいろんな人からいろんなこと言わ,言われても、まあその自分で真に見てるんだから、一切も心が揺らがないわけですよね。やっぱりちょっとキリスト教もちょっといいかな。とか。やっぱあのイスラム教もなかなかいいかもしれないとか。やっぱり現代科学の方がブッダよりもまあ精密にちゃんと分かってるんじゃないかな。とか、そういうふうにまあ浮気するというか、あの見移りし。ない わけですよ、ね。まあ、これが真理だと、もう、お釈迦様がおっしゃった師匠体が真理だっていうのは、まあ、これはもう、もう、私がこの上で見てもうわけで、まあ、そんな周りから何言われても、一切揺らがないですよ、と。まあ、あるいは、あのー、それは、今言ったのは、何か周りから言われるっていうことですか。そうじゃ、自分の身に何か起こっても、どんなにひどい目にあったりしても、それによってなんかもう、 頭混乱して、わけ分かんなくなって、しまったりはしない。いつも落ち着いていられるということですね。後で言いますけど、まあ、夜かっていうのは別にそんな、いわゆる聖人君子ではないので、まあ、いろんな失敗もするし、まあ、そういう、まあ、あの欲とか怒りとかも残ってるけれど、もう完全にその、怒りに我を忘れるとか、欲にも駆られて我を忘れるとか、何か衝撃的な出来事によ に見舞われて、もうダメだ、お手上げだ、みたいな感じになっちゃったりはしない。じゃあ、じゃあどうするって形。じゃあ、これから俺はどうするんだって形で、いつでも、あの、現実に対して挑戦していくっていうね。それを乗り越えようとする気持ちを持っているということなんですね。だからそういうふうに周りから何か言われるとか、いろんな逆境に自分が追い込まれるとか、そういうことあっても別にそれによってめげない、くじけない、それによって 動じることはないんだ。いうことをここで言ってるわけですね。えー、では次の芸を紹介しましょう。第9弦まあ、ここは <laughs>、ちょっと面白いんだけど、あの、アラカンまでの輪廻の回数っていうことなんですね。<laughs> イエーアリアサッチャーニビバーワヤンティガンビーラパンニーナスデーシターニ <laughs> キンチャービテーホンティブサッパ、ブサンパマッター なてえばわんあったまんあーディアンティ。いだんぴさんげーらたなんぱにーたんえてえなさっちえなすわっティホート。ちょっとあの、えっ、ー、と、この協定のバージョンが僕がい,いつも読んでるやつとちょっと違う。いつも読んでるのはブサッパマッターになってるんですけどね。ここはあのブサンパマッターになってますね。まあこれは文字のあの、連上の切り方の問題なんで別にあの、どっちでも、どっちが間違ってるってことではないと思うんですけどね。まあこの第9ゲの意味は、 え、お釈迦様が深い知恵で教えた、この聖なる真理。これ、アリア・サッチャーですね。これは師匠、まあ、これは要するに死傷体のことですね。師匠体を実践する、夜カの人は。まあ、実践するっていうのは、これは、ビバーワイアンティ。これは明らかにするってことですね。自分で解、この前実践するっていうよりは、まあ、解明するみたいな意味ですね。言ってみればね。師匠体を自ら解明する人。まあ、その人はイコール夜ルカ 解明するとい解明した人ですね、言ってみればね。まあ、でも解明したといっても、死、ま、生、あ、体の実践も、夜間に達したとしても、またそこから死生体をやって、まあ、一来か、不元か、あらかんかという風に、徐々に徐々に自分の中の,その心の汚れを落としていって、それでまあ最終的にあらかんになるというのが、まあ、仏教の,その修行の道筋ということになっているわけですけれど。 まあでも、とりあえず死匠体を、えー、まず第一段階として、えー、自分でよく分かっている。解明しているってことですね。そういうことを、まあ、その死匠体を解明した夜かの人々、そういう方々は、たとえ怠け放題であろうと。だから、ここは、あの、法律なるもの。まあ、怠け者。まあ、その、ちょっとその修行をサボって、まあ,あり、あの他のことをや,やってたとしても、 これはブサッパまったですね。まあ非常にその、もう、もう怠け放題な感じになったとしても、そうだったとしても、8回目の転生はしない。ということなんです。<laughs> まあここ面白いんですけど、<laughs> 要するにどんなに夜かに悟ってからどんなにサボったとしても、まあ輪廻は7回までだよと。 8回目の輪廻を迎える前に必ず荒間に悟りますよっていうことをここで言ってるわけですね。どうで、どうですかすごいでしょだからサンガっていうのはもうありがたいんだよ。聖者の方々っていうのはありがたい。もうこの世の宝だよっていうことですでそのサンガはこの世の宝だよっていうこの心理によってみんな幸せになってねっていうそういうような、えー、構成になっておりますね。だからまあ、 なんて言いますかね。この、日本語の,その、要するに戦争中の、あのー、スローガンで、非常になんかあの血生臭いスローガンにあって、七章報告っていうようなスローガンがあったんですけど、まあ、これは太平記かなんかに由来してるとか、まあ、なんか言われてるんですけど、7回生まれ変わっても、あのお国のために尽くしますみたいな、そういうあのスローガンが、大変血生臭いスローガンがあったわけですけど、 まあ、それもここから来てるんですね。言ってみれば。確実かどうかわからない。多分ここから来てるんですよ。だ,だからまあ、その仏教を勉強して、あの仏教を学んで、夜、ま、か、あ、に悟る。夜かに悟るっていうのはまあ別に、財経でもまあできるハードルなんで。で、そこで、夜かに悟ると、まあ、あとはもう7回しか生まれ変わりがない。でそれでも涅槃に。 達するわけな、まあ、その間、じゃあどうするかということで、まあ7回生まれ変わったとしても、まあお国のためにあの戦いますみたいな、そういうなんかよく分かんないスロ,あのスローガンに使われたりもしたんじゃないかなって思いますね。えー、まあここも七回で必ず7回っていうわけではなくて、まあ、どんなにどんなにサボりまくっても8回目はないよっていうことなんで。 だから、まあ、これ言ってみれば、反語的な表現で、まあ、普通はそんな夜かに悟ったら、まあ、武器も自分にはもう、この真理の道っていうのは、この仏道しかないって分かってるわけなんで、そんなにさぼることはないはずなので、えーまあ、あの反語的な表現で、まあ、言ってみれば、すぐ、もうすぐ悟りますよ。夜かまで悟ったら、ピュッともうすぐ荒んになりますよっていうことを、えー、反語的な表現ではないかなっていうふうにも言えますよね。 で次です。10番目のゲえ。消えた煩悩と犯罪の危険。これ非常に長いゲなんですけど。サハワッサ・ダッサ・ナ・サンパダーや、タヤス・ダンマージャ・ヒター・バワンティ、サッカーやディッティ・ビィキッティ・タンチャ、シイラ・バタン・ワーピ・ヤダッティ・キンチ、チャトゥーハ・パイエー・シチャ・ビィッパムット、チャチャ・ビターナーにアバ・ボー・カートゥン、イダンビ・サンゲー・ラ・タナンパニ・タン・エティ・ナ・サッチェ・ナ・スワッティ・ホートゥ。 えー、ここもまあ意訳の部分、意訳の日本語だけ入れました。え真理を知って、夜かになるとともに3つのことを、3つを捨てます。何,を何がこの3つか。右心剣、義戒厳住という3つ、これは3つの煩悩ですね。だから仏教では、人間をその輪廻に縛りつける煩悩について、実決 っていう風に言ってるん10の煩悩があるっていう風に言ってるんですね。そのうちの3つが、まず夜間になると消える。なくなる。そこから解放されるっていうことなんですね。で、これが、あの、3つの名前が、パーリ語で言うと、このウシンケンっていうのはサッカーヤディッティ、サッカーヤディッティですね。これは、我ありっていう、そういう意識です私がいるっていう、そういう 非常に強い思い込みですね。これがサッカーやディッティですね。右心剣というのになっていると、ちょっと、あのー、わかりにくいんですがこれは自分がいるっていう、そういう意識です。それが、それから義っていうのはビチキッチャー。これはな、なんかその、お釈迦様はこう言ってるけどね、でもね、みたいな感じで、仏教っていうか、おブッダの教えに対して確信を持てない。 どうも、あの、理解で、理解が足らない状態ですね。だから、まあ、あっち行ったり、こっち行ったり、なんか、心が揺らいでいる状態です。さっき、だから、あの、八、八、第八げで紹介したように、もう、どんな風に吹かれても絶対に動かないような、柱みたいな、そういう精神状態にはなってない。ぐらぐら、揺れてしまう。下手したら根っこが抜けて、スポーンって倒れちゃうような、そういう、 精神状態です。それが義ですね。それで、解言獣っていうのは、これは儀式儀礼への執着っていうふうに言ってるんですけど、まあ、これもまあ、仏教の修行に照らして考えると、要は分かりやすいっていうか、まあ、仏教っていうのは、まあ、知恵の教えなんだけど、例えば、戒律を守っていれば悟れるとか、まあ、一日三時間瞑想したら悟れるとか、そういうんじゃないんですよね。ただ、まあ、 自分がその知恵が現れれば、物事をありのまま見れるように、見れるような知恵が自分に現れれば、それで OK なんであって、そのためには、ずっと誤解をひた,ひたすら守り続けて、8歳会も守ってとかっていう、それをまあひたすらやっていけば、俺はいつか悟れるんだっていうことでもないし、瞑想を1日3時間ずっと、まあ私はもう20年間やってるんですけど、そろそろ悟れるでしょうか。 そういうことでもない。で、それ、そういうなんか、自分のなんか行とか、自分の帰りに対するなんかその執着ですよね。それに対するなんかこだわりみたいなもの。で、それってでも、あの、間違っ、言ってみれば間違った因果観、因果法則に執着してるわけですよね。だから別にその、なんて言いますかね、その、全然瞑想とかしなくても、お釈迦様とちょっと話したりするだけで、 パッとその悟っちゃう人は悟っちゃうわけですよね。あ、分かりました。OK、分かりました。っていう人もいるし、まあ、いろいろも試行錯誤して、それでまあ、ようやく、まあ、自分が、まあ、ようやく分かりましたっていう人もいるし、まあ、いろいろなんですけど、その何か修行を積み重ねていって、足し算足し算していくと、結果が出るという世界でもないんですよね。で、自分のその固定観念みたいなものを、いかに、 削ぎ落としていくって、それをなくしていくかっていうことが仏道の肝なので、まあ、それにはやっぱり自我意識、俺がこれをやってるみたいな自我意識っていうのは絶対にあの邪魔、邪魔でしかないわけです。だから、この自我意識っていうのはここでは右神経ですよね。作家やディティ。この自我意識を持って、俺が、俺が、俺がやってる、俺がやってるって言ってる限りはいつまで経っても、20億年やっても、100億年やっても、 もう何の結果もないんです。いくらもう瞑想の達人になっても結果ない。そうじゃなくて、まあ素直になって、まあ5分でも10分でも1時間でも素直になって、まあお釈迦様のおっしゃる通りに自分、自己観察すれば、まあそれでも、まあっ分かりましたってなっちゃうこともあるわけですよね。でもどうしても人間はそういうの積み上げ型で、これだけやったらこういう結果がでしょう。じゃあだから、さ沢長老にもよく質問で来るんですけど、 私は一日なんか3時間ぐらいずっと瞑想してるんですけど、あと何日やったら悟れるでしょうかそういう聞いてくる人いるんですよね。いや、そういうもんじゃないよって言うんですけど、でもやっぱりそれ間違った因果法則に、あの、執着しちゃって,てそれになんか、あのがっちりしがみついちゃってると、えー、結果が出ないんですけど、要するに結果が出たということは、そういう解言獣がなくなってるっていうことなんですよね。 ただ単にその因果,因果法則の因果の流れの中で、まあた、まあ、そういう結果が出るだけであって、まあ、それに、あの、まあ、それは、まあ、なるようになってるんだなってことは、よう、よう分かるようになってよう分かると、まあ、そこで精神的に非常に落ち着くわけですよね。まあ、そういうことで、我々悟るまでは、夜間になるまでは、必ずこの右心圏、自我、そういう自、俺がいるっていうこのとこだわりと、 なんかこれで本当にこれでいいのかなっていうそういう義とそれからもう間違ったこれさえやってればなんとかなるみたいなそういう解言中にずっと付きまとわれていて、えー、それで身動きが取れなくなってるんですけどまあ悟いたしたところで、まあ、要するに自分あの素直になって自分のこだわりみたいなものが取れて取れて取れて,取れていくとああ俺はまあ,あこういうの3つあっつえばあったなと。 いうことが分かって、あ今、自分にはないなと。不信権もないし、俺,俺が、俺がっていう自害意識もそのないし、そういう仏教に対する疑いもないし、見当違いな、そのいろんな修行をね、とか、戒律に対する、そういう変なこだわりもなくなっていると。まあ、自然体になったということですね。まあ、ちょっとこの説明長くなっちゃったんですけど、それから、次、ちょっと面白いんですけど、この死臭。 これは地獄、ガキ、修羅、畜生というこの悪い境界に落ちることからだし、まあ、この辺の表現を見ると、宝教っていうのはまあ割と新しめの経典なのかなっていうのがちょっと分かっちゃうところがあって、っていうのはこのお釈迦様の時代っていうのは、いわゆる陸道輪廻、地獄、ガキ、えー、修羅、畜生、 人間展開って6つありますよね。いわゆる陸道輪廻っていうやつですね。それはあんまり言われてなかったんですね。そうじゃなくて、地獄、ガキ、畜生、人間、天っていう五道輪廻が大体言われてたんですよね。だんだんそれが、あの、アシュラっていうのも、そのあ、あ、悪い、悪い生まれのカテゴリーに入れられるようになったんだけど、お釈迦様の時代はアシュラも神も、 神同士のなんか内乱みたいな感じで、要するに対制派の神と反体制派の神みたいな感じだったんで、別にそのアシュラが特別悪いやつっていう観念はなかったんですよね。当時は。あの、お釈迦様のその時代に近い経典はね。だからまあ、この宝鏡が書かれたのは、あのまあ、まあ、その完成したのは、だいぶ後の時代になってからなんじゃないかなっていうのがこの辺から見えてきますね。 まあでも、とりあえず、夜間になったら、まあその最大で7回は輪で転生するんだけど、でも、その中でも、絶対にこの地獄崖畜生とか、アシュラとかにはならんと。生まれ変わるとしても人間か展開ですよと。まあそういう意味では、まあ、あの割と安心ちゃ安心であると。これは夜間の、これは、あの、 特権というか、徳であるというふうに言われてますね。それから次、6, 6つの重罪。これも、まあは、ちょっとね、成立がお、まあ、遅いというか、まあ、この6つというのも、ブッダの時代からちょっと、ちょっとはなあの時代が下っているような感じはするんですけど、これはまあ、ブッダを傷つける。それから、自分のお母さんを殺す。それから、お父さんを殺す。それから、アラカンを殺す。 それから、サンガを分裂させる、まあ。これは台場だったらやったことですね。大、ま、体、あ、いいこれだだだあの、ブッダを傷つけたのも、アラカンを殺したのも、サンガを分裂したのも、これはもうみんなあ、台場だった、台場だったらやったというふうにされ,たのされてるので、台場だったらやってることですよね。まあ、それから、父殺しとか母殺しっていうのは、まあ、これは、まあ、いわゆる殺人の中でも、昔は日本でも存続殺人っていう言った言ったんですけども、特に悪い。 ことですね。人を殺すことがもしあったとしても、自分のお父さん、お母さん、お母さんを殺すようなことは絶対するな、なことですよね。えー、それから、まあ、決定邪権って一番最後にありますけど、あの、これはもう、もう非常に、まあ、決定邪権っていうふうに言うだけあって、もう、ある、あるなんかあの、あの、宗教とか思想みたいなものにもう完全に凝り固まっちゃって、あの、それこそ、まあ、 まあこの前あったかあの、声かけられたかで言いますと、日蓮大聖人に逆らったら日本は滅ぶみたいな感じで、なんかあの、日蓮大聖人こそがもう全てだみたいな感じで、もう完全に凝り固まっちゃってるような残念な人たちはいる、まあ、いますけど、世の中にはね、時々その YouTube とかにもコメントを一生懸命書いてきてくれる人、人いまして、えー、全員ミュ,ートミュートしちゃうんですけど <laughs>、なんかそういう。 人も、えー、そういうい感じですねでここで有う気決定邪権っていうのは、まあ、そういう凝り固まって、もうなもう邪権に凝り固まっちゃって、まあ、邪って言ったらちょっと、まあ、日蓮大聖人の信者の人に失礼かもしれないですけど <laughs>、まあ、そういうふうに凝り固まってるってこともあるんだけど、もう一つあ,のあってその、いわゆるその行為に結果があるってことを認めない。だから、いいことしても悪いことしても関係ない。 っていうふうな考え方ですね。そういう、もう、あのー、もうすべて、もう運命で決まってるんだから、なるように、もう完全にそういうの、自分が、人間がいいことしようが悪いことしようが、何の関係もない。結果に何の関係もない。いいことしたからといって天国に行くわけでもないし、悪いことしたからといって地獄に行くわけでもないし、いいことしたからといってこの世で幸福になるわけでもないし、悪いことをしたからといってこの世であの不幸になるわけでもない。人間の行為っていうのは、 何の関係もないんだ。自分の幸福こと、何の関係もないんだってことに凝り固まっている。これが一番あかん考えというふうに言われてますね。まあ、そういうふうな邪険に陥ることはない。ということなんです。まあ、これはまあ、輪廻の中でっていうことですかね。もう、だから、夜間に達していたらもう心が、もう真理をちゃんと理解しているので、 まあどんなふうにその生まれ変わったとしても、決してそういうあの悪いとこに生まれたりとか、そういう、例えば人間に生まれても、人間に生まれてすごく悪いことをしちゃう、とんでもない悪いことをしちゃうっていうことはないんだ、というふうにえここでは言ってるんですけど、でもそもそもまあブッダー今いないし、そんな別にそんな悟ってなくても、普通お父さんとかお子さんが殺したりしないし。 なんか3が分裂させるとか、ね、そ決定に落ちるととかかね決定に普通そ,そこまで頭いかれないんでまあ夜中に悟ったらこういうことがないって言われてもあんまりありがたくないっていうか <laughs> こんな強調するほどのことなのかなっていうふうなちょっとふうにちょっと思ってしまうとこもあるんですけどでもまあ人間っていうのはあのー、そんなに油断できるものではない何しでかすかわからないっていうところはやっぱあるわけですよね。 だから夜からヨルカに悟っていたとしても、まあやっぱりパッの欲とか怒りが残ってるんで、何かの巡り合わせでとんでもないことをしてしまうことも、もしかしたらあるかもしれない。これは無常ですからね。無常の,の世界の中で煩悩を持ったままで生きてるって非常に危ないことなんですよね。でも、そうであったとしても、そうであったとしても、この6つの重罪は犯さない。で済む。 そこはセーフだよっていうことを言ってるんだろうなと思いますけど <laughs>、うん、まあちょっと微妙な感じもする、このこの件に関してはね。いろいろだから、あのお坊さんからいろいろ、例えばスマラサーチョからこの件についていろいろ解説されると、まあ、なるほどなというふうにその時は思うんだけど、後になってあのまた自分で読んでみると、こんなことをわざわざ言うことかなっていうのは、 ちょっと思ってしまうところもありますね。まあ正直ありますね。えー、で、次。まあさっきも説明したんで、あの、ざっと流しますけど、十1第十次元ですね。過ちを隠さない性格。え、キンチャッピ、ソーカンマンカローティ、パーパカン、カーエーナワーチャウダチェータサーワアバブオソタッサパティチャーダーや、アバッバターディッタパダサーウッタイダンピサンゲラタナンパニタン、エーテイナサッチエナスワティホート。こちらは、医薬の 文章にしましたので、さっきよりは分かりやすいと思います。体、言葉、心で罪を犯しても、彼はそれを隠すということはしません。夜間に達したものは隠すことをしません。それゆえに、三加は優れた宝なのです。この真実によって幸せであります。まあ、これはさっきも説明したんですけど、まあ、いろいろ、これまでいろいろ、あの仏教のテクニカルタームを使って、 えー、夜かの徳というのを説明しましたけど、一番最後にこれがあるっていうのは結構心にくいというかね。なんか、いろいろもやもやしてても、ここで、あ、なるほどってわかることなんですね。大体だからさっきも言いましたけど、人間っていうのはどんなことがあっても自分の悪事は隠そうとするし、他人の悪事はどんなちっちゃなことでも暴こうとしますよね。10年前のツイッターの一言とかでも、 今の基準に照らして、ちょっとでもなんかやばいこと言ってたら、もう晒して、スクリーンショットを撮って、世界中にばらまくわけですよ。<laughs> そういうのが人間。でも自分のことは絶対に隠し通す。どんな、あの、自分の、あの、過ちは、どんなことを、世界を滅ぼしてでも、ま、あの、隠そうとする。でも、その夜間の聖者は、そういうことはしないんだよ、と。 自分が何か過ちを犯してしまったら、まあ、そのことは素直に認める。決して隠したりしない。で、それはなぜそれが可能になるかというと、さっき言いましたけど、その、すごい自我、俺が、俺が、俺がっていう、その自分の自我意識ですよね。だって、自我意識ってのはなぜあるかというと、その自我を守らなきゃいけないって思ってるわけですよね。 自分が一番大事だから、その自分を、ま、とにかく守らなきゃいけないっていうことで、そこにすごい、そこからものすごいその煩悩のエネルギーが発信していくわけですよ。でもその、その自分を守らなきゃいけないという自分っていうその幻覚ですよね。仏教的には幻覚がそもそもない。目覚めてるわけなんで、そんなものは、じ俺、俺っていう、そのいうのは幻覚に過ぎないっていうことをふうに自分がちゃんと目覚めていれば、 そこから現れるその自分を守らなきゃ自分の過ちを隠さなきゃっていうそういう衝動心の衝動がそもそも生まれてこないわけですだからこそ正直になれるここで初めて人間はもう本当の正直な人間になれるわけですよねだからすごく素朴な表現なんですけどここは非常にあのその悟りに仏教の悟りとは何かっていうことの重要なポイントなんですね、えー というわけで、以上でございます。たらきょうはまあ他にもいろんなあの素晴らしい芸があるんですけど、まあ、夜かとは何かっていうことを説明した、えー、4つの芸について、今日は簡単に説明させていただきました。えー、ご受講いただき感謝申し上げます。生きとし生けるものが幸せでありますように。以上です。えー、ちょうど8時になりましたが、何かあのご質問とか、ここがようわからんかったとか、ご感想とか、 あ,あとはなんかひょもやま話でも何でもいいんですけど何かありましたらマイクのミュートを外してお話しいただければと思います。いかがでしょうかはい。えー、本当にあのそう思うんですけども特にはこの,あの長老が行く前から言われたようにあの自分は馬鹿でしたっていうのが分かることだよっていうことを言わあの聞いたことがあるんですけど本当に 今になったですね、この,この年になってあの、そうだというふうに本当に思ってき,ましきてますね。何て言うか、それとやっぱり自分の性格というか、そういうのがなかなかわからない、つかめてないというのがやっぱあると思います。自分もそう ずっとそうであったし最近になってよくああ自分の性格はこうなんだなっていうのがやっと分かってきたような感じがしますね。本当にこうやっぱ時間の強くてなんかそんな感じが最近この高齢者になってやっと分かってきたような感じではいあの思います。 やっぱり仏教は素晴らしいものだと思います。あの、最近ちょっと外国の心理学者のんアメリカの、えっ、ー、と、リチャードなんか、心理学者が書いた本を読んだんですけど、はい、なんか根本に流れてる考え方っていうのは、なんか仏教、ブ,ブッダが教えられたようなことなんですよね。あそうですね、えー。はい。なんか、だから、 あのやっぱり瞑想とかいろいろアメリカなんかでそのマインドフルネスっていうのがやっぱり盛界みたいで、うん、しかしその中に書かれてる言葉っていうのは多少こう白人でこうちょっと違う取り方もあるんですけどもあのー、本当にブッダの教えそのものだっていうふうに思いましたね。あ<ー>うん、だかからやっぱりどんどんやっっっぱぱりりて 外国人の方がなんかこう、なんか素直に聞いてるっていうか、あの、広まってるんだなっていうふうに感じたところですね。うん。まあそういうところです。ね <laughs> はい、ありがとうございます。は <laughs> い。皆さんも何か、もし、お話しください。いかがでしょうか。佐藤さん、ありがとうございます。あ,ありがとうございます。あのー 最近も YouTube 楽しみに拝見してます。あ,ありがとうございます、はい。この間の読書のお話もすごい面白かったんですけど、<laughs> <laughs> 最近なんか仏教の方に話が <laughs> 移行してるみたいで。あ,<ー>あ<の>そうですね<の>、うん、ねで星さんが紹介してくださったウージョーティカセアドの,、はい、あのマップ・オブ・ザ・なんだっけ、えー、ジャーニー。 さっきまでで見てたんですけどあ,あそうですかよかった、はい、あのー、やっぱりテラワーダ仏教って言ってもまあタイミャンマースリランカそれぞれまあいろんなお坊様がいらっしゃってまあ瞑想法もやっぱりちょっとまあ独特それぞれまああの特色があったりとかであのちょっとふと思ったのは、はい、そのやっぱりその聖者って 言われる、まあ、悟りの境地に達した方っていうのは、まあ、あのどんな瞑想されててもどんな教えをされてても、まあ、到達する境地っていうのは同じなのかなっていうそれあの大乗仏教の方もあの禅とか、まあ、そういう悟りの境地ってに達しされた方は一緒なのかなってちょっと <laughs> その辺がどうなのかなって思ってるんですけど。 うーんどうなんでしょうね。<laughs> <laughs> あただね、あの今日の話に出てきた、サッカーやディッティと、ビチ・キッチャーと、あ,あのシーダ・バタ・パラーマーサーですね。あの、海音獣と言われてる。この3つは、まあ少、少なくともないでしょうね。いわゆるその、本当に聖者であったら。うん。 そこはだからまあある意味自然体になってるということなので自害識の折りから抜けて自然体になってるってことではあると思います。だからまあなんとなくその前週の,あのいわゆる前後の話に出てくるような方々っていうのはまあそういう感じはしますよね。肩の力抜けてるっていうか。そうですね。だからそういうなんかあの自分、なんかフレームに縛られて なななんかかギチギチにっってないっていいうか自分がもう何というか普通にその生き方がその檀魔と一体になっててだから別に何のその,あの緊張とかなしに普通に自然体でいてもそれが檀魔の檀魔と一体になってダンマに乗っ取った生き方になってるっていうことなのでまあそこは分かるまあでもまあその中でいろいろその人によって個性っていうものはもちろんあるん ですよね、うん、どうしてもただ自分、まあ、この人の言ってることはなんかいいけどこの人の言ってることはなんかちょっとなっていうのがあるしだからまあ,あの身内のことなんて言うけど例えばすまなさ長老は <laughs> ちょっと言い方がきつい言葉がきついから自分にはちょっと合わないけどあちゃんちゃんの話は聞きやすいとかなんかそういうのはいろいろありますよあの個性は。 自分との相性もあるし、まあ、それはまあ別にそんなに、はい、だからといってそのそ、自分と合わない、合わない、なんていうかな、テイストのそういう方々のことを嫌ったりする必要もないし、あの批判したりする必要もないっていうか、まあ、別にそれは人それぞれなんで、<laughs> うん、ということだとは思います、はい。 ありがたいと思っています。はい。<laughs> はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、せっかくなんで、一言ずついただきましょうか。あの、コメントあれば。はい。えっ、ー、と、すいません。夜かが言い訳をしないというところなんですけど、はい。あの、体、言葉はなんとなくイメージがつくんですけど、この、はい、心で罪を犯さないっていう、心で罪を犯す。うん じゃないっていうのが、ちょっと意味がよくわからないあ。これは怒っちゃうとか、欲を書いちゃうってことですね。あ<ー>はい、まあ、邪険はないと思いますけどね。<laughs> 夜かになって <laughs>、邪険にハマってたらまずいですけど。でも、心で、その、なんかもう、腹立っちゃうとか。あ,<ー>あいつ、いか,すか、いか、あのー、ね、なんかすごい、例えば。美しいものにわーって惹かれてしまうとか、夢中、それでも、ちょっと夢中になっちゃうとか。 そういういことはあるでしょそれは煩悩あるからまだ欲とも欲も怒りもあるんでそうなっちゃうけどでもまあそれは <laughs> すいませんみたいな感じで、うん、ちょっとやっちゃいました、うん、みたいな感じで素直に認められるみたいなあわかりましたありがとうございますそういうさっぱりさっぱりした性格ですねわ、うんうん、かりやすく言えばそういうふうになってるってことですねはいありがとうございます お父さん、いかがでしょうか最後今日はなんか、あの、介護本集のことが、はい。なんか、なんていうんですか、あの、あ、そうなんだって思ったっていうか、あの、あこの、瞑想、じゃなんていうんですかね、こう、頑張ってや、やるっていう気持ちと、なんていうんですか、その、そこはまりがちだなっていうか、まあ、 なんていうんですかその、不行じゃないですけど、なんか囚われてもダメなんだなっていうところが、あの、そういう時期があったなーなんて思ったりして、聞いてました。うん、なんか割と、あの、体育会計だったんで。あそっ、そうですそうですかな,なんていうんですかあのもうその、瞑想とやるぞ、みたいな。うん。<laughs> でなんかふとい今思い出したのがなんかあの山口のあの合宿行った時に、はい、長老がなんかたまたまなんか脱衣所かどっかでなんか一緒になった時に、はい、なんか言われたのがあの今心が安穏かどうかが重要だよって言われてなんかひたすらなんかなんで足痛くても座ってやるぞみたいな思いが。 あったのをなんか今思い出して、あ、それまさに海言寿だったのかななんて思ったりして、うん、なんかそこの頑張るっていうところと、はまりところのなんか具合が、うんまあ、難しいののかなあのやっぱりその海言寿と義と右神腱って、やっぱり3つ挙げてるけど、まあこれ一体なんですよ。いいです だからその、我々がどうしても、その、その、し心理がようわからん、うん、でいる時の精神状態を、うん、まあ3つのか角度からいってあの、表現してるようなもんな。だからいっぺんになくなるんですそれは。世の中に出したら。うん、パッとそれが消える。3つ、だから1個だけ残ってるってことはないんですあ<ー>だから無常く無我っていうのが、心理の3つの側面を、 えー、ライトを当ててるような感じで、右心腱と義と介護塾っていうのも、その我々がどうして <laughs> ダメなのかっていうのが、3つの角度から言ってることであって、うんうん、だから、まあ、介護中だけどうのってことではないんだけど、やっぱり介護中の状態の時は、私がこれをやればこうなるみたいな、どうしても自分をなんか運んでるわけですよ、うん、そこでね、ずっと。うん だからいあの、いくらギリギリ修行しても、いくら一生懸命解律を守ってても、そこで自分っていうのがいて、自分が、自分がこれをやってるっていうのがずっとあるから、だからどうしてもそれはもう、あの、悟りの世界とは反対側ですよね。<ー>自,自我意識を強、強、あわよくば強化しようと。<ー>してしまうような方向にどうしても行ってしまうんだけど、そうじゃなくて、ただにその因果、因果法則の発見だから、修行っていうのは。うん だからそういう客観的に因果法則自分に何が起こっているのかってことを因果法則をそこで発見するためには観察してるわけなんで、うん、そこは自分ってものをそこで介在させる余地は一切ないわけですよね、うん、自分が何時間修行したとかって関係ないわけですよそこで,そこではそこでは観察してるだけなんでんまあそこら辺は微妙 ですけど、まあ、この3つ、解厳寿とあのー、義と右神剣っていうものの言われてるこの3つの角度から自分がそこに陥ってないかってことを、まあ、チェックすると結構なんかあのー、修行も進みやすいんじゃないかなという感じはしますけどね。確かに右神剣があるからこそ義も出てくるのかなそそそうそうそう結局だって。 和 <laughs> がないって言ってるムッダはね言ってるのにねでもなんかどうしても俺,俺がやってるっていうなななことだからそれはもうもあのどうしても義になりますよね日常、うん、ですね日常も観察できてないってことはやっぱり無真剣であり義があるって感じですよね結局そうなりますよね、うん、なんか それはもう悟るまではそ,ういうそ,うそれがつきまとってるわけですよ、ずっと。うんうん、だから夜間になったら、あおご苦労さんって感じでああもう自分でそれがないねってわかるということで、よかったって、ああなくなってよかったということでしょうね。うん、やっぱ夜間に悟らなかったら、あれですかね、楽器会に行ったりとかもするんですかね。 あの、だから、まあ、これもだから仏教の説明では、まあそうは言っても、そのちゃんとその仏法僧に帰依して、真面目に修行し,し,してるとか、まああのー、仏法僧に対するね、敬愛の念を持って生きていれば、その人が来世で悪いとこに行くってことはないですよっていうのは言ってますよね。あ<ー>だから別に、その次のせいで、 まあ、ぶ仏法僧に対する、まあ、いわゆる、まあ、信仰に近い、うん、そういうなんか敬愛の念、ね、というか私は仏陀が好きだなぐらいな気持ちがあって、えーまあ、それでなんか仏教ファンみたいな状態であれば、うん、その人が、まあ、来世で悪いところに行くってことはまあないでしょうっていうことは言われてますけどでも来世それ例えばいいところに生まれたとしてもそこでもう 仏教のこと忘れちゃうっていうか <laughs>、それでラッキー <laughs> みたいな感じで、そこでなんかまあ欲に溺れて、あの、来来世以降で、また、輪廻の泥沼にはまっちゃうっていうか、そういうことあるから、できれば、あの、ちゃんとそういう、真神剣と義と戒厳中がなくなるところまで頑張ろうねうん。まあ、頑張るっていうか、まあ、素直になろうねっていうか、なんていうか分かんないけど <laughs>。 うん、そういうことは、まあ、推奨はされてるんじゃないでしょうかね。うん、だからまあ一応ブッダのファンであれば、まあ、大丈夫。まあ別にそんな来世ね死後のこと心配することはないけどでもまあでもその先も考えたらまあ一応ねちゃんとあの真理を理解するところまで行った方がいいんじゃないっていうことですね。<あ>はい、それはやっぱあれですかねもうめちゃめちゃ緩い話あの誤解をこうなんちうんですか。 守れてなかったりしても、あのやっぱりもブッダの心理はすごいなっていう思いはがあったら、大丈夫だったりするんでね。うん、まあそうですね。あのそこは誤解を必ず守ってないとだめということではないけど、でもまあ、うん、あの守った方がいいよっていうふうには言われてますけどね。そ、うん、それはまあ人間のその あの安全にというか幸福に生きるためにはそれを守った方が結果としてはいいですよと、うんうん、いうことは言われてます、ね、それはまあブッダが言ってることだから、まあ、それは間違いないんでしょうけど、うん、でもまあ基本的にはその仏法僧に対する信ていうかねその敬愛の念っていうのが大事だってことは言われてたと思いますね。うん、やっぱりあれだと思うんですね。やっぱり自分、うん やっぱ幸せになるっていうことは、やっぱりどうすればいいかっていうと、やっぱり今の自分のことに気がつくという、気づくということがやっぱり大切だろうと思うんですよね。た、はい、だもうそれしかないと思うんですけども、まあ、輪廻とか難しいのがありますけど、まあそういうのはまあどうでもいいことであって、今現在幸せに心が なれるかかどうかそれはやっぱり自分のことがよくあの気づいてるかどうかだと思うんですよね。うん、それは本当に確かに。これがなかなか分からない。年を、<laughs> なかなか分からないですよね、ここのところがですよ。本当の自分っていうものがどういうものなのか、悪い面もあるし。 もちろんいい面もあるまあまあ、そこは評価しなくていいですよ、全然。自己評価はいらない。観察は必要だけど、観察をずっとするけど、評価は必要ないですよね。<laughs> ああ、判断は、うん、別に判断しなくていいです。はい、あまあ、こういうふうに、だから、要するに、因果法則の流れっていうのは、別にそれ、いいも悪いもないんで、うん、別に。ただそういうのに流れてるだけなただ流れ、流れてる、因果法則で流れてるっていうことが、 分か,分かればいいだけで、そこで、なんかあのあ、いいとか悪いとか評価する必要は全然ないですよね。はいうん、それで評価すること、評価っていうのもあの自我意識の表れなんで、あのはい、マーナーって言いますけど、はい、それ自分、自分の体を,を比べることで、だんだんなんか、自分というものがなんかで,できてくるっていうか、そこから生じてくるみたいな。 自分はこうだよねっていうのがそういう自己イメージみたいなものを他,他のものとの比較によって作り出していく。はい、それがマーナっていう心理的な働きなんで、はい、結局その自分が修行した,修行したり観察したりすることを自分で評価しちゃうと結局マーナーの虜になっちゃうんで、うん、結局それであの修行して。 あの画集から離れるつもりでしゅあの修行してるのにどんどんその画集が強くなっちゃう自分で自分の自己イメージを作ってそれに執着するっていうサイクルに入っちゃうんで評価はしない方がいい淡々と今に今のことに気づくだけって気づいて捨てる気づいて捨てるみたいなそれをだから気づいたことをあ俺ってこうだったんだとかっていうふうにそれをまた自分の中のなんかに あのストックしないっていうか、気づいてパンパン、ぽいぽいぽいってしてる。うんうん、<laughs> なかなか難しいですけど観察したんだから、せっかく観察したんだから、もう自分のものにしたいっていう、はい、もうこれはこのデータちゃんと取っとくぞみたいな思うけど、そうじゃなくて、うん、観察したらその,、うん、その都度ぽいぽいぽいってしてると。でも、常に観察してるみたいな感じで、評価はしないっていうことになると、 まあなんか、いわゆる無我というか、うん、そこに私というものが介在しない。ただ単に観察してるだけ。はい、そのただ因果法則が流れてるだけっていうこと,、うん、ことがまあ自分に起こるわけですよね。自分に起こるっておかしいけど、まあ、そういうふうになるわけですよ。うん、そうしたらもう、なんていうか、そこで、あ、自分っていうのは別にいないんだなって分かって、それで、まあ、あ さっき言った右心剣と義と介言というのがポンってなくなる。そこから解放されるわけですよね。うん、俺が見てるっていうのがそこでなくなるわけ。うん、そこから解放されて、ああよかったっていうことになるわけで。<laughs> そこまあ、それをまあ目指すっていうのも変だけど、目指すもんでもないんだけど、まあそういうふうにまあ観察の精度を上げていくっていうかね。それだけ考えて評価はしないはい。わかりました。<laughs> 捨,て捨てる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 。 っていう感じでやっていただければいいんじゃないかなっていうふうに、はいえー、思いました。そうですね。はい。ありがとうございます。頑張りましょう。え、あ、もうちょっといいですか。今の話で、あれですかね、はい、日常の中で普段あれですかね、普通にこうあ、暑いな、嫌だなって思ったらあ、怒りだなって思って気づいて,て、はい、あ、なんかまあ、ちょっとしたよくあ、あれが 食べたいなぁと思ったら、欲だなぁと思ってしてるとか、一応、はい、中でも、あ、欲だな、怒りだな、してる、してるっていうのを、できるだけ多くづうっていう感じですかね。うん。そうですね。うん、まあ、あの、気づくだけで全然、それだけでいいんですよ。別にそれ以上なんか。うん、あの、ただまあ、そのなんか自分で、 やってる時っていうのは、あの気づきっていうよりは、なんか、まあ、サンパジャーナって言いますけど、あ、自分は今これやってるっていうことをちゃんと理解してるてなんとなくやらんっていう。あ仕事に関しても。うん、なんとなくやらん、今、今これをやってるんだっていうことで、理解しておくってところに、で、とどめておけば、じゃこれ集中して今やろうここでとどめておけば大丈夫ですよね。うん そうじゃなくて、まあ、自分で一人でいるときは、一人で座ったり歩いたり立ったりしてるときは、うん、まあその都度自分に起こることを観察するけど、まあ、そこで何か起こったりなんとかっていうのは、彼、まあ、は妄想してる状態ですから、妄想、うん、それは妄想、妄想、妄想。そうじゃなくて、日常生活でいろいろ仕事したり、人とコミュニケーションしてるときは、自分が今何やってるのかってことをちゃんと把握して、うんあのー、そこから外れないようにするっていうことで大丈夫だと思いますけどね。 あまあ、割と集中してやるみたいなそうそうそうそれでいいと思いますけどね。うん、だから例えばまあ人と話しててすっごいいきなり怒りが起きてきたりした時はそれに飲み込まれないようにああ怒り怒り怒りっていうふうにするのが大事だと思いますけど、うん、あの人と話してる時に自分の 感情にばっかりフォーカスしてたら、<laughs> あんた人の話聞いてるのって話になっちゃうから <laughs>、会話してるときは、その人と話に集中、私は今この人と話してる、あの会話してるっていうふうに集中した方が <laughs>、まが、相手にも失礼じゃないし、ちゃんと話もかみ合う。<laughs> <laughs> あんたいつもあの空なんだから、みたいな言われないで済むっていう。変な人ね。そうなだと思います <laughs>。<laughs> まあそれはだから、サディとサンパジャーナっていうふうに、念と招致っていうふうに言いますけど、招致っていうのは自分が今何やってるのかっていうことをちゃんと分かってる、把握してるっていうことで、気づきっていうのはもっとあの細かく実況中継してることですよね。うん。だからその、いわゆる実況中継がいつもできるわけではないので、実況中継できないときは、でも自分は今何やってるのかっていうことをちゃんと把握して、 時々なんか仕事してる僕なんかでも、なんかこれを例えば誰かにメールを,だメールを出すために何かしようと思ってなんかあの作業してた時に、他のところにパッとなんか目がいっちゃって、ほか他のこと始めてあ、うんあ、あ、俺何をしようとしてるんだっけって何か分かんなくなっちゃったりすることあるんですよ。そ,うそれはもうあのサンパジャーナがないですよね。自分が何を,何をするためにこれ今これをやってるのかってことが自分の中ポンとかか心抜けちゃって。 何か他のことに言っちゃうみたいな。そういうことがないように、自分が今何をやってるのかってことをちゃんと気づ、あの、まあ、広い意味で気づいてるっていうか、あえ招致、サンパジャーナをちゃんとそこで働かしてるっていうことが、えー、日常生活では必要でしょうね。いやあん、あんまりあれですよ。なんか聞き流し的なのはしない方がいいって、なんか、なんか、なんていうんですか、YouTube とか話を聞きながら、ちょっと、 違うちょっとととしたこう手作業をするとかになるかなあーまあまあでもやりがちですけどね。まあそれでもできる仕事であったら別に問題ないと思いますけど。でもまあ、ね、でき、うん、だからそこもちょっと難しくて、適度にそういうなんかノイズが入ってる方が、あの、やりやすいっていう場面もあるんですよ。うん<ー>。集中してやった方がやりやすい場合もあるし、 そうじゃなくて、なーんかもうあ、聞くともなくラジオとかを聞いてて、でもまあ、こっちで仕事してるぐらいの方がか、むしろ集中できるような場面もあるし、まあ、僕もどちらかというとそういうときありますけど、あのだからその辺は、だからあの、その人の,あの,の性格によりけりだと思いますよ。うん、その性格とかその状況によりけりだと思います 日常のその仕事とかの場合は特にそうですよね。だから、工場とかでよくずっとラジオ流れてたりするじゃないですか。あはい、あの職場とかでも BGM みたいに流れてたりとかするけど、別に聞くともなしにみんな聞いてる、ただ流れてるけど、かといって仕事の集中が切れたりするわけじゃないんですよね。それはそれで仕事は仕事でちゃんと集中してやってるんだけど、でもなんとなく耳に入ってくる。でも それによってあの作業の効率が落ちるってことはないし、むしろその流れてる方、何か音が流れてきてる方が作業効率も上がったりするわけですよね。だからその辺はだから割とあの微妙ですよ。うん、人間のその,あの集中力って。うん、完全に無音状態で、何もないからといって集中できるわけでもないんで。あ,あ、そうですね。うん。その辺はだから集中力といっても、杓子定規に。 あの全部、他の情報を全部遮断すれば集中できるってことではないです。うん、そうですね、やっぱり私も趣味でこう絵を描いているんですけども、やっぱりこうジャズなんか聴きながらこう描くとこう心地よいですよね、こうやっぱり。で、何かな、<laughs> そういう、なんかな、まあ、うまく描けるわけじゃないけど、こう <laughs> 楽しくやれるっていうか。 あの例えばだから B、音楽がそれジャズとか流れてる方が雑念が起きないっていう可能性もありますよ。あ絵に向き合える。うん、絵に向き合ったときに無音状態だと頭の中でぐる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 なんかいろいろ妄想が生まれてしまって絵筆、うんうん、に集中できないんだけど、うんね、なんか適度に耳に何か音が入ってくることによってそ、そっちにその脳のリソースが割かれることによって妄想が起こらない。うん ただ音を、ね、な,なんとなく聞いてる状態なんで、なんとなく音を聞いてる状態が維持されることによって、あの、自分がその集中力をその絵の方に向けられるみたいなこともあり得ると思います。うんすね、はい。うん。ただまあそれがいつも正解かどうかわかんないんですよ。うん、完全に音なしにしてやった方がうまくいく場合もあるかもしれないし、 ちょっと BGM 流しておいた方がうまくいく場合もあるかもしれないし、なんとなくあの話すともなしに人と話しながらやった方がうまくいく場合もあるかもしれないし、それはその時の自分の心の状況により,よりきりですよね。修行の場合は、あえてそういう自分を隔離し,し,してというか、一、まあ、人になって自分と向き合うということなんで、そこでは BGM とかいらないですよね。<laughs> <laughs> それ邪魔、それで完全に邪魔。<laughs> でもそれ以外のいろんな仕事に関しては、まあそういう雑音とかノイズみたいなものが、雑音ノイズものたなんかそういうな、なんか他の要素が入ることによって集中力が加速されるっていうか、うん、むしろあの高まるっていうこともあると思います。一応3月はまた、えー、3月ちょっとあの曜日ずらしていただいたんですけど、22日の 金曜日にお願いしております。3月の22日。で、4月なんですけど、えー、っと、ちょっと待ってください。えー、っと、4月あの16、16日、でいいかな16日の、えー、っと、火曜日とかでいかがでしょうか。うん、はい、いいです。僕も大丈夫です。はい。じゃあ、あの、また、 4月16日の火曜日の、えー、と午後7時から、今日ちょっと長くなっちゃいましたけど、1時間ぐらいの予定でまたお願いできればと思います。はいはい、そんなところで、はい、ちょっと長丁場になりましたが、が今日は終了したいと思います。はい、ありがとうございました。うしたどうもありがとうございました。えー、皆さん、なんかちょっと 天候がね、あのー、暑くなったり寒くなったりして、うんえー、大変ですけど、まあ、いろいろなんか体調を崩さないようにお気をつけください,、はいはい。それではどうもありがとうございました。